それではあの、えー、すぐにもう本題に入っていこうと思いますが、えー、青井中学園のコメントということで、えー、かなりこう。 <laughs> 抜粋したた内容で、えー、紹介させていただきますあの成功要因たくさんあると思うんですけどもここで3つさらに上の2つに絞って、えー、お話しさせていただけたらなと思いますが、えー、やはりまあ最初に来るのは校長のリーダーシップとそのビジョンを具現化する、えー、その他周りを取り巻くですね教員のフォロワーシップというところがまず取り上げられるかと思います。でこちらはあの校長室でですねたくさんのこう校長をはじめ、えー、その <laughs> 研究スタッフで作り上げていったものなんですが。あの やっぱりこう特徴的なのが、えー、とこの時代の要請という言葉を使ってですね、えー、ICT をあのこう、えー、やっぱりこう必要なものなんだということを、えー、まず最初の基盤に置いているというところそして、えー、とこちらの方にあの学習確かな学力をつけるために3年間の見通しをとって定着進展牽引というなかなかほかでは見られないような言葉を使ってですねそれ全てに ICT を活用した事業が効果的にあの、えー、支えるんだというような前提 前提の下で、えー、進めている で先ほどあの冒頭にもありましたけどもやはりこの辺に学習基盤を成立させて話し合いっていう活動も入れ授業改善のアンケートを取ったりということでこの辺なんかもやっぱりこう研究校同士の共通性が見られるんじゃないかなというふうに感じております。でさ先ほどもありましたがこの研究組織ですねこれ作っただけじゃなくてやはりこの校長トップとしてですねそれがちゃんと機能しているかというところをあのやはりこう検証しているっていうあたりでその辺が あの大きなリーダーシップが発揮できているところじゃないかなというふうにあの外から見ていて思いました。で、その一端として例えばこれ研究会の様子なんですが、研究会 この700人を超える学校ですので全二十20数クラスなんですけどこれを全こう一斉に公開するということをあの1年目2年目そしてこの3年目4年目もやろうとしています。でやっぱりその中であのこういう言葉はちょっと適切かどうかわからないんですけどもとにかく一斉にするから。 もう先生方をです、ね、もうやらないと仕方ない雰囲気に追い込んでいくという、まあ、そういうところで例外なく皆さんやってもらいますよという部分であ,のある意味あのこのリーダーシップを発揮して、えー、進めていたところがあるかなと思います。あとやはりその厳粛で固い先生ではなくてですね例えばこれはあのスクールゆるキャラの「青い犬」という青い中学校の「青いと「犬」と掛け合わせたものなんですがこういうものを実現してですね生徒や先生からの、まあ、ちょっと人気を得たりという、まあ、そういうあたりで、えー、非常に、まあ、あのいろんなところで 支えていたのかなというふうに思います。まずこれがあの私が、えー、感じた2年間校長のリーダーシップというところのいったんです。で、あと2番目にあるこの研究以前の確立された学習基盤ですね。授業期日学習習慣。もうこれはあの本当に今まで私が訪問してた学校の中でも本当にピカイチというか輝かしいものがあるなというふうに思っています。例えばなんですけども、3月16日と7月16日という学年末、学期末の最後の授業を見せていただいてもですね、えー、きっちりと 成績に関係あるとかないとか関係なく授業が展開されていますし、休憩時間中に生徒自身によってタブレット等の準備がなされているっていうような部分も見て取れます。でさらにまあ挙手、えー、高い挙手率、そしてまあ課題図書なんかがちゃんと五冊ずつ揃えられているとかですね。あと廊下をこう半分に区切ってちゃんと右と左に分かれて歩くとか、この辺はあのさすがに生活水準が徹底されているなというふうに思います。で、えー、この青いタイムというのがあって、これがまあ特徴的で話し合い活動を中心に 展開していくもので、えー、子どもたちあ生徒たちがですねあのこういう先生から与えられた課題についてその問題解決法をえ話し合うという活動を取り入れています。これが一般的な「青いタイム」のこの課題、えー、話し合って課題を解決しましょうというところがです各教科に取り入れられてますので一斉指導の中にこういう話し合い活動が非常にうまく融合しているとこれがまあタブレットに変わったりっていうところでもまあ円滑にいってるのかなというふうに思います。 でえー、と例えばタブレットについてはタブレットは授業に必要かって生徒に判断させたりとか、まあ、こういう活動までオープンに行っているということです。 でこれらの学習基盤がですね多様な学習形態を支えているこの辺のまあ事例としてはパッパっとこうお話しさせておきますが先生の教師による ICT 活用から生徒によるまあ共同学習場面での活用まで多岐にわたっていますこの辺はですね先ほども紹介にありましたけどもこちらの方に詳しく書いていますのでまたご覧いただけたらなと思いますがこの学校にも課題がありますこのスライドで終わっておこうと思いますけども教科指導における ICT 活用も十分行ってきたと思います。2年間そして これが継続していく目ドもついているかなと思うんですけども、やはりまあここで、えー、系統的な情報活用のカリキュラム。 というところではまだまだだ課題があってです、ねえー、この青い中が独自に育成しているようなものもちょっと抜,きし抜き押しているところがあるので評価表やチェックリスト等を作ってです、ね、これをしっかりと3年間系度的に育って,ていくっていうのが必要かなっていうところとあとはやっぱり思考判断表現っていうのをこちらの学校でもやっぱ掲げてるんですけども先ほど生徒のアンケートでの証明はできているんですけどもその他のエビ,エビデンスがあのない状態なのでこれを客観的に把握する方法っていうのを考えていかないといけない 授業スタイル自体はもう変える必要はないかなとそれをどうやってこう評価し判断していくかというところがポイントかなというふうに考えています。後ほどまたパネルディスカッションの方でも青い中学校をもとに復旧方策というのを述べさせていただきますのでこれで終わらせていただきます。